シラープラッツのアカデミー本部アカデミー内の教室ウィーン美術アカデミーはオーストリア地方に存在した美術教育機関でオーストリアハンガリー帝国時代以前は帝国美術アカデミーとも呼ばれた。ウィーン美術アカデミーは1692年にハプスブルク君四国の宮廷画家で文化教育の総監役でもあったペーター・シュトゥーデルの個人学校として開設されたのが始まりとなる。 シュトゥーデルは1701年に帝国男爵に助任されるなど宮廷画家として活躍しながらアカデミーで弟子を育てたが1714年に彼が死ぬと個人教室であった学校は自然に解散された1725年1月20日ハプスブルク家の当主カール6世は宮廷画家ジャコブ・シューペンを新しい文化教育の総監に任命して シュトゥーデルシ後に解散されていたウィーン美術アカデミーを再開させた。さらに1751年には、マリア・テレジアの命令によってアカデミーは近代的な教育機関として再編され、高い名声を持つアカデミーへと成長した。1767年、王女マリア・アンナ・ヨーゼファ・フォン、エスター・ライヒラによって、最初の名誉会員が選ばれた。1772年に、 アントン・カウニッツ帝国最小による再度の改革が行われ、領内すべての美術教育機関を統合する存在へと発展した。名前も帝国総合美術アカデミーへと改名されたが、後に総合の部分は撤回された。それから100年後の1872年にはついに皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の同意を得て、帝国美術アカデミーを美術教育の最高機関と、 する布告が出された。八百七十七年四月一日、シラープラッツにテオフィルフォン温泉断尺の設計による新しいアカデミーの建物が完成。今日に至るアカデミーの体制が確立された。十九世紀から二十世紀初頭にかけて、アカデミーは新時代の美術運動である、世紀末芸術に携わる多くの芸術家を輩出したが、その陰で入学に失敗した人物の一人が、 アドルフ・ヒトラーであった。1907年1908年に立て続けて試験に落ちたヒトラーは貧しい絵はがき絵がきに落ちぶれ、世紀の美術教育に対する強い復讐心を残すことになった。隣国ドイツの独裁者としてオーストリア併合を果たしたヒトラーは大敗芸術追放運動を展開し、多くのユダヤ系の画家や彫刻家がアカデミーから追放された。 第二次世界大戦後、ナチの強圧的な統制から逃れたアカデミーは、新生オーストリアで、組織再建を模索し始め、1955年に、政府から自治運営の許可を得て、新しい出発を行った。1998年、新しい時代の教育に沿うべく、大学としての教育課程を創設、国家からも高等教育としての承認を得るという、大きな改革を行う。 しかし改革後の現在も大学の故障は使用せず、組織名はウィーン美術アカデミーとして登録されている。アカデミーは現在900名程度の学生を持ち、その4分の1が留学生で占められた国際色ある学校となっている。教員もペーター・スローター大工など個性豊かな教授陣が集められているほか、図書館は11万冊の蔵書と15万の図面を、 保有しており、校舎はオーストリア国内最大の規模を誇る。美術アカデミーは以下の組織に分けられて運営されている。アカデミーで学んだ画家や絵画部門の教授については、ありがとうございます。